あ、そうだ、ちょっとリッチなやつも飲まなきゃ。はい、お待たせいたしました。また買ってきましたよと。はい、というわけでカズマックスのコンビニコーヒーランキング動画おまけ編、セブンイレブンのガテマラブレンド、ファミリーマートのモカブレンドで、さらにおまけでこのさっき飲んだファミリーマートのスタンダードブレンドの濃いめも、買ってきました。まあ、この2つはちょっと高いやつですね。20円ばかし高い、リッチなコーヒーでございます。まあ、その分ね、セブンイレブンとファミリーマートが表現したいこう特化した味わいがあると思うんで、この2つを飲み比べてみたいと思います。で、まあ、とりあえずね、さっき飲んだこのスタンダードブレンドの濃いめがあるんで、ちょっとこれを先に飲ませていただきたいと思います。濃いめになってどんだけ変わるかね。うん、あ、ちょっとなんか香りもちょっと強くなった気がする。じゃあいただきます。うん、ん？あれ？確かにちょっと強くはなったけれども、やっぱりちょっと味に厚みがないかなって感じがするかな。むしろちょっとビター感が変に際立ってしまって、さっきの濃度の方がバランスは良かった気がします。濃いめになってもランキングは変わんないかな。うん、1位2位3位ローソン、セブン、ファミマかな今年は。うん、って感じになりました。はい、はい、じゃあ、本命ね、こちらセブンイレブンのラテマラブレンドとファミリーマートのモカブレンド、この2つを飲んでみたいと思います。とりあえずセブンからいきますか。ガテマラブレンド、僕ガテマラ好きなんでね、正直ちょっと期待はしているんですけど。余韻漂う甘い香りと深いコクが楽しめる高級志向のガテマラブレンド赤の誘惑がデビュー。深入り過去イタリアンローストでじっくりと焙煎することにより力強い香りとコクを実現しました。あ、結構いってるな。イタリアンロースト一番深いやつですよ。ただそこまでいっちゃうと力強い香りというよりは、まあ、シンプルに焼いた香りとかってそういう感じがするな。多分豆の持っている果実感とかは完全に飛ぶからフルーティーとかではなさそうだな。かなり重いコクで飲ませてくるって感じか。よし、じゃあいただきます。うん、あ、強くなったな。あ、だけどね、イタリアンローストって聞いてこう思ってたほど強すぎる苦味が来るわけでも、こう重すぎるってわけでもない。むしろさっき飲んだセブンのブレンドに共通するような丸さ、柔らかさがある。あ、コク深くなって、でもビターに寄りすぎてない、まあ、イタリアンローストって目打たなくてもよかったかもしれんな。これそこまでめっちゃ強いってわけじゃない。シンプルにこうコク深いいい感じのコーヒーって感じ。さっき飲んだ普通のねブレンド、白の定番がかなり軽めだったから、まあ、それとついで、今度は濃い感じ、重めの、まあ、これもまた定番ブレンドでいいんじゃないかなってぐらいの、結構ほんと美味しい、美味しいね、これ。いいコーヒーだと思います。うん、深くなったんだけどすごくマイルドに飲める、美味しい。で、こっちにはさっきの白の定番にあったほんのりな酸味が完全になくなってるから、万人に楽しまれるコーヒーだと思います。いや、これ値段が違うからランキングにはできないけれども、この120円の赤の贅沢とさっきの100円のローソンのブレンド比べたら、こっちの方がちょっと勝つかなって感じはする。これすごくバランスがいいですね。飲みやすい。うん、とてもいい。じゃあ続いて、ファミマカフェのスペシャルティーモカブレンドでございます。あ、香りがねすごくいい。やっぱモカ、モカってエチオピアなんですけれども、すごくエチオピアらしい柔らかな香りがします。これ有名バリスタのカスヤさんがね監修したっていうことで、結構これ期待はしているんですけれども、エチオピアモカ、コロンビア、タンザニアと3カ国の豆をブレンドしていると。カスヤ氏とファミリーマートは今回コーヒーの甘さを強調した味を追い求め、全国のコーヒーマシンで安定した味を提供することに成功したと。なるほどね、やっぱりエチオピアの甘みを生かしたコーヒーになってるようです。じゃあいただきます。
美味しい。あ、良い。エチオピアの柔らかな香味と甘さ、やっぱりしっかりありますね。で、鼻に抜ける香味とかだけじゃなく、味の方、舌に感じる方も、正直さっきのブレンドよりはしっかりしてる。まあそもそもがエチオピアでそこまで味覚に訴えかけてくるっていうよりは、あの香りがね、柔らかで華やかな香りが特徴の豆なんですけれども、そこを多分他のコロンビア、タンザニアあたりでカバーして。うん。あー、いい感じの味わいになってる。うまい。基本的にはすごく柔らかいコーヒーなんだけれど、うん。あ、満足感はすごくありますね。うん、全体的にクリアな味わいで、まあ、コク深いね、苦味の強いコーヒーが好きって方にはちょっと物足りないかもしれないけれど、僕は結構好きです。あ、これはうまい。あー、ここまで出せるんだったら、普通のブレンドの方ももうちょっと味に厚さあったらよかったんじゃないかなって思っちゃう。で、そのくらい、まあ本当美味しい。うん。僕はファミマに行ってコーヒー飲むんだったら間違いなくこれを飲みます。そうだな、値段関係なく僕が今回飲んだ全てのコーヒーね、10位にするんだったら1位がセブンのさっきのガテマラブレンドで、次いでこのモカブレンドファミマで、ローソン、セブン、ファミマの普通のブレンドで濃いめブレンドって感じかな。うん、一気にこのモカブレンドでファミマが株上げてきた。あ、これは美味しい。これも癖ないからね、万人が楽しめるコーヒーだと思う。やっぱ高いだけありますね。あんまり僕コーヒーって値段で語らないんですけれども、これに関してはまあ20円多く出す価値はまああるかなとは思いました。一番個性的なのは間違いなくこのファミマのモカブレンド、これほんと華やかで面白い。うん。てかコーヒー飲みすぎてタポタポなんだけど。まあでもね、まあ、全部美味しかった。ぜひぜひ皆さんもね、いろんなコーヒー飲んで自分の一番好きなの探してみてください。はい、というわけでね、今度こそ締めます。今日のカズマックスの、コーヒーワールドコンビニコーヒーランキングおまけ編でございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。